天がスカのいもち行事は、三重県三重郡富須原町に、かつて存在した虫送りによる農業行事。四日市市天がスカ地区に存在した祭事。戦前の天がスカ地区には、毎年8月の初めに、天がスカいもち祭りと呼称される虫送りの行事が、存在した。形式的ではない行事だった。毎年の稲の害虫の発生具合を判断して、 歳実が決定された。天が、塚の農家は、個別に、長い竹を芯にする作業をして、ナコクを巻き、竹の芯の外側に麦わらを巻いて、直径30センチメートル、長さ4メートルぐらいの松明を製作した。しめ太鼓と大金を7つを2つの調子で叩いて、井の戸から3本松へ、富田一式神保米町自治会地域の付近から、 平田宝石工場付近を北へ曲がり、再び、猪戸へ戻り、富田一式から天根が須賀へ行き、高松へ行き、南福崎までの間を走る福崎道を通って、高松村の境界まで練って行き、各店が須賀の農家は長い松松に火を点火して、自分の農地の田んぼまで引きずって回った。店が須賀中の田園には、 松末に照らされて燃え尽きるまで晩をしている農夫の姿が見られた。天が使い持ち祭りの見物人は猛うたる煙に結びながら自宅に帰っていた。芋地行事は1935年過ぎまで存続したが戦後は夕方になり現在は農業技術の進歩で芋地行事は存在しない。ありがとうございます。